ですよね。あ、いい香り。なんだろう、でもシャンパン私結構弱いので佐々木さんに教えてもらわないと、シャンパンの先生に教えてもらわないとダメですね。シャンパン先生じゃないでしょ。何の先生？やっぱり酸が強いでしょうね。香りは、うん、香りもそう、すごい香りは華やかな感じもあるでしょ、ね、香りはすごいなんか樽香する、まあ、そうでもね、樽というかちょっと華やかな感じはありますね。華やかな、確かにね、花束みたいな、うん、確かに華やか。なんか別になんとか レモンが強いわけじゃないですけど、なんか他のニュアンスが強い。あ、そうですね、そういうフレッシュな感じの感じもありますよね。そう、ありますけど、なんか確かにちょっとなんだろう、やっぱり酸が強いんですよ。アルモンドとかなんかその感じ。あ、そうですね、そういうちょっとアルモンっぽい、なんだろう、じゃない、ちょっとなんかお菓子っぽい、ちょっとそういうちょっと甘いクリスマスのちょっとお菓子っぽい香りします。素晴らしい、素晴らしい。クリスマスのお菓子ってどういうお菓子なんですか？なんだ、キャラメルとか。キャラメルだったらクリスマスだったら頼むの、食べるんじゃない？私は食べない、あの甘いもの食べないから、私はやっぱり一番の特徴はこう、まあ、骨格の強さかな。やっぱりあの、なんていうかな、土台がしっかりしてる感じ。あの、やっぱり安定してるんですよ。安定してる。これやっぱりあの酸がこう、ビシッと酸がこう土台としてある。確かに、わかります。多分それがこう全体のバランスを構成してると思う。確かに酸は。綺麗な酸、ずっと残る、余韻が残る。どっちりしても、下にもどっちりこう、確かに土台としてある、分かります。なんかずっと酸はずっと余韻に残るっていうことは、結構土台としてあるってことです。そう、このシャンパンはそれがもう、基礎、希少化粧品みたいなもの、もうそれを土台として構成されてる。なるほど、皆さん、分かりましたか？ちょっとこれ どんなシャンパン後で映りますね、あのビデオ撮ります。これでした。いいですね、皆さん、佐々木さんのおかげでクリスマスの前にいいシャンパン飲みます。テイスティングできます。で、勉強もします。ちょっとポールバラのシャンパンに、このシャンパンにちょっと出しましょうか、ラベルとか。さっき撮りました。撮りました。はい、一瞬撮りました。で、ポールバラなんですけど、はい、あの、富士の人ですよね。富士村。はい、富士村。富士村ってわかりますか？どこでしたっけ？どの辺でしたっけ？モンタージョです。今日あのちょっと図面持ってくるの忘れたので、皆さんのために教えてください。いや、モンタージョランスは、ランスから、まあ、近いんです。どっち、南、右、左、ちょうど中間ですね。中間にある。中間ね、はい、皆さん。で、山ですね。まあ、モンターニュっていうから山なんです、はい、モンターニュ。富士村なんですけど、はい、モンターニュランスの富士村なんですけど、はい、ピノノワールがよく取れるんです、はい、いいピノノワールが取れる、はい、で、富士とか特にあの肉厚で、はい、結構あの骨格のしっかりしてるピノが取れる。はい、でポールバラは昔から、まあ、ピノノワールやっぱりなんていうかな、すごい誇りに思っていて、はい、でコートドシャンプーノワを作ってるんですね。よく、はい、コートドシャンプーノワってわかります？わかります、はい、泡じゃなくてスティルワイン、はいはい、スティルワインね。でピノだからもちろん赤、はい、であのやっぱりこの全体の構成っていうのはピノノワールの、その VG のピノノワールもう骨格の強さが現れてると思うんですよ、はい、もちろんあのそれを出すためにこうそういう構成で作ってるとは思うんですよ、はい、で今、ブリュットですよね、はい、ブリュット飲みましたけど、はい、次はあのそのコートドシャンプーのはテイスティングしてみましょう。はい、じゃあやります。ピノですね、いい香り。これは何年のヴィンテージとか？12年、うん、
色は綺麗ですね。ちょっとここ暗いから、エレナ先生にコメントお願いします。あ、私のコメント、私のコメント、 OK。 じゃあちょっと皆さん、まずはちょっと待ってください。なんなら、とにかく見てください、皆さん、この色が綺麗ですよね。もう透き通った、ちょっとこのオレンジのバックグラウンドあまり良くないですけど見てください、佐々木さん見てください、光ってるよ。このピーノノワールは光ってます。ちょっと口紅も光ってるねとにかくこのピーノノワールはバランスはすごいいいですよね。私まだ飲んでないですけど、ちょっと待ってください。これからテイスティングします。あ、まあ、ピーノはとにかくバランスは一番いいブドウと言われてます。でこれはさらに、まあ、ターニングは結構柔らかいですけど、あと何だろうね、なんか樽の特徴とか、なんかちょっと待って、樽はそんなに強くないかも。うん、強くないですけど、何だろう、酸もターニングもすごい柔らかくて、柔らかいですね、柔らかい感じ。それはあのブルゴーニュのピノを飲んでるからそうに感じる。うん、そう、確かにブルゴーニュのピノノワールと比べたら柔らかいですね。そう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 、でもやっぱりブルゴーニュとちょっと違うのは、なんだろう、ちょっと特徴があって。何が違いますか、どんな特徴ですか。特徴はすごいチャレンジしてきますね佐々木さんはチャレンジしてきますね先生にみたいな。ちょっとボディはすごいライトボディで、まあまあピノとチミチライトボディなんですけど、なんだろう、なんだろう、答えは出してください。答えっていうか答えはお願いします。やっぱりシャンパーニュってブルゴーニュより、はい、あの北ですよね。そうですね、だからシャンパーニュ、シャンパーニュじゃない、ブルゴーニュと比べると、ね、秘密がありました、うん、はい、やっぱりピノノワールとしては物足りなさを感じるかもしれない、ある意味。確かに、それは私思ってたけど、どこまで言っていいのかな、柔らかい、なんか少しなんか。あと酸も、あの、なんていうかな、まあシャンパーニュの中ではあるんだけど、ブルゴーニュとして考えたら、やっぱり少ないんだよ。うん。で、やっぱり、あの一番筆頭するのは、あの果実味の厚さですね。その骨格の強さ、うん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 、やっぱり斜面で南向けの斜面なんですよ、はい、畑が、はいはい、なんですごく日差しを当てて、タンニンが強いですよ。タンニンが強いけど、ブルゴーニュの、うん、タンニンは強いけど、はい、ブルゴーニュみたいにやっぱりタンは強くない、うん、ただシャンパーニュの中では強いから、やっぱりしっかりしてたんですよ、土台の酸というのは。やっぱり続けて飲むとそういうのが分かると思う。うん、で、なんかちょっとみずみずしさっていうか、そういうなんか、うん、あるですよね。それはなんか特徴かなと思う。うん、そうですね。まあでも、コートドシャンパーニュの、まあ、コートドシャンパーニュ、コートドシャンプーニュはこんな感じです。こんな感じ。まあ、とはいえ、これはまあ逆に強い方かな。あ、なるほど。皆さんなかなか飲んだことないと思いますので、コートでシャンプーノワぜひ飲んでみてください。ピノノワール面白いです。それでちなみにですね、はい、あのポールバラは昔からコートシャンプーノワール、まあ、ピノノワールにすごいこだわりを持っていて、はい、であのコートシャンプーノワールは昔から作っていて、それを広めようっていう運動っていうか、まあ、誇りに思って。そうですね、結構私も前あの飲んだことあって、それはインスタグラムにあげたら、なんか生産者さんはすごいいいねとかコメントをして、あのコメントも書いてくれたということは、結構やっぱりね、みんな飲んでくれると嬉しいです。それでポールバラは昔ながらのコートドシャンプーのは作ってる人
まあ、生産者同士でなんか組合というか会かなみたいなのを作って、このシャンプーナーをこう残そうみたいな、うん、シャンパーナーが流行ってる中、このピノワールを、素晴らしいピノワールをこう残しましょうみたいな、チャレンジですよね。みんなシャンパーニーに行っちゃうからね。そうそうそう、彼らがスティールワインもで、それはもうピノしか作らない。ピノ、いや、あの他のも混ざってる。白もある、うん、白もあります。皆さんぜひ飲んでみてください。で、佐々木さんのところで売ってるならそれで、まあ、今のところ売ってないけど、売ってない今日たまたま出しただけ。ちょっとあの宣伝しようと思ったんだけど売ってないだそうです、はい、ぜひ飲んでみてください。じゃあ他の、はい、今回はあのそうコメントは聞いて他のところで探してみてください。ぜひ飲んでみてください。Yes. じゃあ皆さん、ちょっと後で他のものをやります。